4番ホールにやってまいりました。534ヤード、パー5です。左ドッグになってます。飛ぶ選手はバンカー越え、池越えを狙っていけるパー5ですが、2打目からは上りになっているために、2オンはかなり難しい距離になっています。皆さんの距離を考えると狙い目はバンカー越えぐらいになるのではないかと思います。フェアウェイ真ん中からドローがかかってないショットです。加藤選手、右から安全にフェアウェイの右をキープしています。杉野選手はバンカー越えを狙っていきました。ナイスショットです。フェアウェイ真ん中、高山選手はちょっと右に出てしまいました。フェアウェイキープです。加藤選手第2打です。真ん中に綺麗にフェアウェイにキープしました。さあ高山選手第2打、右ちょっと曲がりすぎて右ラフです。さあ杉野選手はバンカー越えでいい位置にいます。いや、これはちょっと右に出てしまいました。右バンカーか。谷田選手はバンカー越えのナイスドライブでした。残り100ヤード以内につけてバーディーを取りたいホールです。ユーティリティでレイアップしています。ナイスショットです。フェアラフですがナイスショットでした。加藤優香選手残り160ヤードです。ピンに向かって、ピンの右に向かって飛んでます。ナイス。ピンの右ちょっと当たり悪かったですがオンしました。タイガー選手残り120ヤードもう少し距離が出ていればという感じでしたが、うまく打っております。ダイソーバンカーからのサードショット、うまく打ちました。ナイスオン。さあ加藤選手約15ヤード下りのフックラインです。ちょっとショートか。フックラインを抜けるか、ナイスタッチでした。ナイスバーディー。関野選手一つ落としました。惜しい、思ったより少し曲がったようです。
谷田選手はバーディーパットを若干オーバーしてしまいました。下りのちょっと難しい1メートルくらいのパットになっています。ナイスパーパーセーブです。ナイスパー。5番ホールにやってきました。374ヤード、右ドッグレッグで今日のティーから吹き流しまでは270ヤードなので、吹き流し狙いのホールになります。関野真美選手、飛ばし屋です。前の方がナイスバーディーでした。ナイスフェード、フェアウェイキープです。まっすぐ吹き流し方面まで飛んでいっています。かなり飛んでいます。ドローでナイスショット、吹き流しあたりまで飛んでいます。この2人はかなり飛ばし屋です。250ヤードぐらいいっています。高山選手ちょっとフェードがかかりすぎてバンカー方面です。あ、ちょっと跳ね方によっては右ペナルティエリアに行ってしまうかもしれません。加藤選手、フェアウェイ左にナイスショットです。さあ加藤選手、第2打目、残り175ヤード上りです。ちょっとショートでした。高山選手第2打目です。ギリギリ残っていて、レイアップしました。谷田選手残り143ヤードですが、上りなので155ヤード程度でしょうか。ドローがかかっていい感じで飛んでます。ナイスオン。関野選手は残り135ヤード上りで145ヤード程度でしょうか。風は若干上げているように感じます。グリーン左エッジです。高山選手2打目でアップして残り約80ヤードです。ナイスオン。加藤選手約10ヤードのアプローチ、ナイスアプローチ、ナイスセーブ。さあ関野選手、これも約10ヤードのアプローチ、少し回してしまいました。さあ谷田選手バーディーパットです。切れませんでした。ナイスパー。約1メートル50センチの上りのラインが残ってしまいました。ナイスセーブ。高山選手はレイアップから残り80ヤード50センチにつけ、ナイスセーブです。ナイスパー。
ってまっすぐ飛んでいっています。ピン右、ナイスオン。ちょっと曲がって左ですが距離したい、ナイスオン。ちょっと左に引っ掛け気味です。左バンカーか、あ、左に越えました。グリーンギリギリに乗っていますが、残りのパットが10メートル以上となっています。ピンの左、低い弾道です。左にナイスオンです。さあ、2回連続優勝の平野由梨花選手、残り15ヤードのアプローチショットが持ってます。ナイスアプローチでした。さあ、高山選手はバーディーパット、下りのスライスライン、ちょっと残してしまいました。加藤選手は高山選手の約 2,3 メートル短いパットで、ライン的、強弱的には高山選手のパットが非常に参考になっていると思います。これも最低50センチはスライスすると思います。惜しい、ナイスタッチでした。関野選手は下りです。約7メートル、あ、これは結構速い、かなりオーバーしてしまいました。惜しい。選手パーセーブなるか、スライス読み切れませんでした。ナイスパー。このグリーンは手前から奥にかなりアップヒルになっているので、横につけてしまうと非常に難しいパットが残ってしまいます。Nice save.